弦楽四重奏曲第3番変歩調調作品14は、カール・ニールセンが1897年、1898年に作曲した弦楽四重奏曲。ニールセンが書いた公式の4曲の弦楽四重奏曲では3番目の作品にあたる。初演は1899年5月1日に、フォア・フォーニングにて、アントン・スベンスン、ルズビ、ホルム、フレズレクマーが、アイライ・エンスンの演奏により私的に行われた。1897年と1898年に、ニールセンは忙しく過ごしていた。オペラ、サウルとダビデの作曲準備をしていただけでなく、ユトランド半島コリングにほど近い義理の両親が、営む農園の世話を見ながら過ごしていたのである。第3楽章と第4楽章を上書に回そうとした際に不幸な経験に見舞われている。彼が車夫者の元に到着した時、一頭の馬が荷車の前で辛い姿勢で横たわっていた。彼は楽譜を巻いて少年に手渡し馬が起き上がるのを手伝った。しかしわずか数分の間に少年は楽譜ごと姿を消してしまっていたのである。ニールセンはもう一度これらを一から書き起こさねばならなかった。フベア四重奏団を率いたギーオ・フベア。私的な演奏は一度ならず行われたらしいことがわかっているが、第三弦楽四重奏曲のコンサート会場での公開演奏は1901年10月4日のコッペンハーゲンのオット・フェローズマンションショーホールが初めてとなる。これはギーオ・フベア、ルイス・ウィテサンスキー、アントン・ブロク、エアンスト・フベアからなる、新しく結成された、フベア四重奏団の初の室内楽コンサートであった。評論家演奏家を褒めはしたものの、音楽に称賛を寄せる者はいなかった。ナッシュナルティディンドガミのグスターベ・ヘッチは、第一楽章について、五線紙の上で読むには、素晴らしい音楽というようなものに属するのだろうと見えるが、結局のところ響きは、不愉快である。我々が音楽的な部分をつかみ取れたわずかな瞬間は、それ以外の不協和音の泡に飲まれて消えていた。と評した。しかし彼は、アンダンテは好んでおり、雰囲気によって非常に高尚なものとなっている。この音楽には広大な地平線、蒼穹の星々の豊かさ、そして高尚なる糸杉があり、その音楽は現代的であるがゆえに、過去の音、簡素な色合いに手を届かせんとするのである。他の評論家も同じように第一楽章に対して批判的であった。本作はニールセンの生前にフベア四重奏団やブロイ=ベーチュ四重奏団などにより何度も演奏された。第一バイオリンを務めたのはピーザ村やテルマーニー・エミルらである。1925年にはニールセンの生誕60周年を祝うため大学の式典ホールで開催された3回のコンサートの1回目に演奏されている。Politiken紙の評論は、変歩調調の四重奏曲と、その反駁の余地のない熟達の度合い、彼の当音楽ジャンルにおけるこの上なく偉大な勝利、力強く惜しく、深遠な市場を持ち、優美に田園的、勇敢に野心的であるところに言及している。1902年に、ドイツで行われた演奏にも同様に前向きな論評がなされた。約33分。ロンドソナタ形式。助走はなく、冒頭から流麗な第一主題が提示される。フレイ1主題が簡潔にまとめられて緩やかな推移が始まるが、方向から速い動きを見せて盛り上がった後に、第2主題がチェロから示される。フレイに2つのバイオリンが、ポリリズムを刻む中で、ビオラとチェロがフレー2をユニゾンで奏し、静まって提示部を終える。提示部の反復は指示されておらず、フレー1を奏してから展開が行われる。随所にアクセントを含む箇所に続いて、弱音で進められ、ブリオーソからはスタッカートで強弱が極端に後退する。そのまま第1主題の再現となり、第2主題はビオラが受け持つ。コーダでは、第1バイオリンが、フレー1を回奏する傍らで奏される急速な音形が全楽器に伝播し、勢いよく楽章の終わりまでたどり着く。異単調で開始するが、間もなく、変歩調調に落ち着く。アンダンテの主部に入ると、表情豊かに、フレー賛が歌われる。フレー賛クライマックスが形成され、フレー賛が再び奏されるとうんぽこぴうもっそとなって、ビオラがリズミカルなリズムを導入する。これに合わせて、第2バイオリンがフレー4を奏し、不定音符の掛け合いとなる。フレー4低弦が16分音符のうねりを作り出して、頂点を迎えてから落ち着くと、チェロがフレー3を再現する。最後は静まって弱音で楽章を閉じる。講義のスケルツォとみなされる。ピッチカートの伴奏の上に軽妙な主題が奏される。フレー5フレー5を繰り返してから音量を下げていくと、6、8拍子、プレストに転じて勢いのある主題が登場する。フレー6より歌謡的な中間学節を経て、フレー6が繰り返される。元の拍子とテンポに戻ってフレー5を再現し、最後は静かな終わりを迎える。発想表記のコラジョーゾは勇敢になどの意。冒頭から勢いよくフレー7の主題が飛び出す。フレー7第2主題はまずチェロに出され、バイオリンが歌い継いでいく。フレー8その後クライマックスを形成すると落ち着きを取り戻し、チェロを起点に各楽器がピッチカートでフガートを奏する。次にフレー7を用いた情熱的な展開、フレー8による落ち着いた展開が行われて、クレッシェンドして第1主題の再現に至る。第2主題の再現はビオラから始まり、ここでもバイオリンへと続いていく。大きな盛り上がりを見せるとアレグロモルトとなり、フレー7の素材を使ったコーダで勢いを高めて、そのまま全曲に終止符を打つ。ありがとうございます。